崎はお城で盛り上がってるらしいですね。阪神天ヶ崎の南にえらいでかいお城が出現した言うて話題になってるということなんですが、そんなことで今日はですね、その天ヶ崎城のプラモデルを作ろう言うて、計画活動をされてますプラモ天ヶ崎城という、これはまあその企画ユニット名なのかな、から来ていただきましたお二人です。お一人が綱本武雄さん、はい、こんにちは、よろしくお願いいたします。そして染本清さん、はい、こんにちは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。でお二人とももちろん天ヶ崎はい、の出身で す, んで出身で、はい、私はあの仕事が天ヶ崎で、仕事が、はい、すいません、ややこしくて。綱本さんは、本業は何したんですか。本業はあの町づくりのコンサルタントをしてます。ああ、なるほどなるほど。で天とも関わりがあるという。そうですね、はい、染本さんは。僕寿司屋ですね。お寿司屋さん。そうです。それでそんな方々がプラモ天ヶ崎城いうて、こういうチームみたいな作ってあるんですか、はい、そうなんです。これいつできたんですか。これはですね、今年の1月にできた団体です。はあ、はい、もう買ってるんです、いわゆる。ああ、はい、なるほど。これでその天ヶ崎城はもう完成しました。で、あの表側だけはこの10月の末に完成しまして、はあ、今内装工事してますね。はあ、これ結構大きいんでしょう。そうです、20メーター強あったと思います、高さがね。高さが、はい、ああ、すごい。で中人入れるんですか。もちろんです、もちろんです、はい、入れます。これで内装今作ってて、そうです、はい、まだ一般公開にはなってない、はい、来年の3月29日がオープンセレモニー。来年のね、はい、まだちょっと時間ありますね。ありますよ、はい、はい、これで地元天ヶ崎はどうなんですか。むっちゃ盛り上がったんですか。もうぼちぼち盛り上がってきてはおると思います。あ、地元の人が何これ突然みたいな。そうですね、まあ、あのそもそもそのできた時 の, そのニュースというのが結構衝撃的でして、はい、あの緑電化というあの家電量販店 の, あ の, 駅の創業者の方が、はいはいはい、あの突然10億円寄付してお城を作るという記者発表されたんですよ。突然10億円そうなんです寄付。ええ、尼崎は地元で、はい、あの地元への恩返しがしたいということで、はい、エディオンって大きなありますよね、駅の JR それの前身になりますね、はい、緑電化、はい、そこの会長が、まあ、創業者、創業者が尼崎に10億、はい、太っ腹です。すごいですよね。でそれでも使用は、使い道は白いうて決まっとったんですか。いやー、どうなんでしょうね。まあ、それは僕らがちょっと、うん、まあ、尼崎市の人間ではないなんですけど。ああ、そうです、うんうん、勝手に白なっちゃう。それでまあいろいろあって白に落ち着いたんですね。パーソナリティしか受けてないですけど、2人が今日アゼンとしてはって。すいません。すいません。本当にすいません。いや、30秒後に笑ってくれ。私が笑いすぎました。ごめんなさい。なんせ天ヶ崎城を作ろう、再現運河、まあ、そのまま全部とちゃうんでしょ、一部を。そうなんです。もともとはもう、はい、あの大阪城の西の守りとして作られた大変大きなお城でして。あ、そうなんですか。で大阪城が天守閣が5層あるのに対して、はい、それよりあの勝ってはいけないから、それより一つ低い4層の天守閣っていうことで、まあ、当時としてもかなり大きなお城だったんですけど。で城跡は今も残ってますの。城跡はね、ほとんど今形としては残ってないんですよ。おですので、そこで再現しようということになったんですね。ちょっとだけ場所がずれてます。あ、はい、そうですの。え、染本さんはあのお寿司屋さん天ヶ崎でやっとんちゃうんですか。いや、天ヶ崎です。あ、ですね、そうですよ、はい、だから城が建てられる地域は城内地域って言いまして、もともと城の内。ああ、そうか、はい、なるほど。だからお城があったっていうことは、その残ってあったと思うんですけど、はいはい、お城はもう形跡がなかったので、いろいろ活用されてあった土地なんですけどね、うん、名前にも残ってるしね。それで、まあ、復活させようということになって、はい、まあ、資材を投げ打ってということだから、すごいですよね。すごいお金ですね。愛がね、地元愛がやっぱり強いんですよね。ほい、うん、で皆さんはその、まあ、天ヶ崎城にじゃあその乗っかってというか、プランモデルを作ろうという、これまでなんでそんな発想になったんですか。あの大体ね、姫路城とか熊本城とか、はい、有名なお城に行きますと、大体お土産物売り場に行けばですね、うん、プラモデルがあるはずだ、はいはい、じゃあ天ヶ崎城のプラモデルは誰が作るのと、
なった時に、どうやらまだ世の中にはなさそうなので、まあ、我々知らないもん。プラモデルだけあったらおかしいもんね。面白いな、うん、それで一回メーカーさんに見積もりを取ってみたんです、はい、尼崎城のプラモデル作るんだっていくらかかりますか、はい、そしたら出てきたその見積もり書を見て、はい、我々も仰天したんですけど、はい、1500万円って書いてあったんです。プラモデルを作るのに、はい、そうですそうです、製品化するために、製品化するのに、ちょっと1億だけのけといたかったな。何体か作れたね。ほんまや、これもう10億は丸々作ってもんだ。そうなんですよね。で しかも実はお城を完成させるためには10億円では足りなくて、それはね表側だけなんです。で、あと内装の工事も必要ということで、ね、うん、そこは実は市民の方からの寄付と尼崎市の予算を、まあ、半々で作ろうと。まだ追加の分をね、そうなんです、形はできて立派だからなんかまたみんな、いやもうすごいありがたいねんけど、うん、追加がいったんや。でも愛着が湧くじゃないですか。いやそれはまあそうや、まあみんなさんのね、そう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 、ほんで皆さんのプラモデルも、はい、予算を1500万どうなしました。で1500万っていうのを見た時にですね、はい、まあ、我々の懐の事情ではこれは無理だと、まあ、お寿司屋さんが半分とかよけいかないですよね。そんなに儲かってないですで ただですね、尼崎はものづくりの町ですので、実はプラモデルの、まあ、プラモデルを作るためには金型という、はい、型が必要なんですけど、たい焼きと一緒でですね、でそれを作れる実はあの町工場がたくさんあることを知ってたんです。あ、はい、ですので、まあ、いきなりお城は無理だけれども、うん、まあ、ちょっと小さな、うん、あのものだったら作れるんじゃないのかということで、うん、まあ、小さいものを何作るっていうところから、うん、まあ、実は今回シャチホコを作ろうと。ほう、はい、あの名古屋城でもう有名なシャチホコ、はい、でこれは天ヶ崎城にあったシャチホコですか。そうですね、実際、はい、で今建設中の天ヶ崎城のシャチホコも、はい、まあ、元々の天ヶ崎城で使われたシャチホコを似せて作っているんですけれども、あの本物がまだ残ってますので。あ、そうなんですか。本物のシャチホコは残ってます。はい、お城はないのに。はい、あ、そうなん。天ヶ崎には文化財収蔵庫という歴史博物館がありまして、うん、まあ、そちらで一応保存をされていたというものが、その、はい、今日はこれはサンプルみたいな。はい、サンプルです。これもプラどない、はい、プラチックでこれはですね、あの実は私が手作りしたもの。手作り、はい、元はすごい、はい、元は6センチぐらいの小さなシャチホコを作ったんですけども、うん、これをプラモデルにするために一回データにしないといけないということで、うん、あの 3D スキャナーってわかりますか。はいはいはい、一体のデータを読み取る機械があるんですけど、はい、それで一旦読み取ったものを、うん、まあ、引き伸ばしてちょっと今日あのお持ちしたという。はい、これ本物のこのシャチホコってむっちゃでかいんでしょ。本物はね、高さが 1.3 メートル。あるんや、はい、でそれのこれ 3D で作りはったんですか。はい、はあ、でこれを今度プラモデルで。そうです、組み立て式のね、はい、これを部品に割りまして、うん、はい、はい、プラモデルにします。もうこれは 3D やったらでもすぐできるじゃん。ただやっぱりあのたくさんの方に作ってもらうためには、うん、あのこれを量産するため の金型にしないといけないということで、でプラモデルにして、はい、でこれをな、もうこれを発売しようということですか。まずはそうですね。で他のお城やあんなんはまたこれからいくと。そうです、はい、はい、ほらそれまたその資金がいりますよ、金型の。そうなんです。それどうなします。また皆さんにあのご協力いただこうかと、はい、あ、実は今回のシャチホコも、はい、あの我々自腹で作れるというわけではなくて、うん、あのクラウドファンディングといいまして、はいはいはい、あのまあなんて言うんでしょうね、協賛していただける、あの支援するよっていう方からちょっとずつご寄付をいただいて、はい、あの作るというやり方をしています、はい、ですので今回がもしこれがうまくいけば、はい、あの次はちゃんとお城のあのあ、なるほど、作れるようにしたいな。これもほんのクラウドファンディングになってます。そうなんです。これでもう集まったんですか。まだです。今やってる最中です。最中、はい、ほんのちょっと皆さん呼びかけながらね。そうです。まあ簡単に言うと1500万総額かかるんですけど、はい、1500万いっぺんに集めるわけにはなかなか難しいので、分割式にしようと、でまずその一番スタートとして、はい、これまあ大体概算100万ぐらいかかるんです。プラモデルにするのに、はい、それ100万円をまずやってみて、はい、そこをスタートにして、はい、100万円が達成されたら、次300万円、うん、で最終的に1000万円で、3段階に分けて総額1400万はい、のそのクラウドファンディングにして、で尼崎城のプラモデルまで到達するようにという道を今つけてるんですよ。それの一発目が今100万円のこのシャチホコ。ドラマが始まるわけですね、ここから。もう熱いですね、思いが。
ありがとうございます。そこまでしてでも作る、はい、でもちょっと胃が痛いです正直、はい、今度あの染本さん、はい、シャチホコ握りかなんか言うてこう、そうですね、襟かなんかこうちょっとギュッとお尻上げて作らなきませんよ。だいぶ無理振られてますね。いやいや、それええと思いますよ。いつも横に並べてんのね、向かい合わせに見に行って、ね、シャチホコどないでっかこれ。え、そんなせなあきませんいやいや、あかんとは言えない。ちっちゃい箸置きとかね、だんだん話変わってくる。実際箸置きなら可能かもしれませんね。お土産とかでね、それこそあの肩だけ作ってね、箸置き作って、うん、箸置きの売れたので、はい、ちょっとこう少し。いや、それはあの今甘の土産って何が一番思いつきます普通の人。どうでしょう。今ね、あの多分あのふるさと納税なんかでも、はい、調味料類が。そうね、そうですよ。ポン酢とかソースとか醤油、はいはい、あとはあの尼崎の芋昔あったの甘い芋ですか、甘い芋いうの復興させてるんですよ。それで作った焼酎とかがあるんですけど、それで言うたらもうこんな社長子とか尼崎城言うたらもう一番の土産物になりますよね、はい、そのヒーロー狩りが楽しみですね。そうですね、まさに、うん、まさに今そういうご縁をねすごい感じてるところなんです、うん、それをまず谷五郎さんのお力を、うん、どんな力かどんな力出したいんだろうと電波ですね、はい、ほな綱本さんはまあそうやっていろんなところの町づくりとか、はい、こう活気が出るようなみたいなことを常々やってはる。でもあの私は普段はあんまり表に出るというよりは、うん、あのいろんななんか頑張ろうとしている人たちをお手伝いするようなのが本業でして、うん、まあ、今回はあのつい言い出しっぺで走り出してしまったという感じなんです、うん、あ、そうですね、はいはい、でも、どうですか、こう実感というか手応えみたいなのは。いや、もうものすごく感じてます、うん、やっぱりあのこのプラモデルを作るっていうのを一言言っただけで、うん、あのそれまでご縁のなかったこのお寿司屋さんの大将となんかすごい友達のようになったりとかですね、うん、それは今回初めてそのつながりで、ね、はいはい、おー、そうですの。で、ソミオトさん、ソミオトさんで実は、はい、あのプラモデルを楽しく作る会というのをね、あのお店でされていたりして。へえ、もともとプラモが好きな、まあ、あの僕はあの尼崎モケモケ団と言いまして、このバッチついてるんですけど、モケモケ団、そうなんです、はい、あのやらせてもてるんです。で、これはまあ名所が出るとあれなのかもしれないんですけど、はい、あのそのプラモデルをですね、はい、うちの店で月1回こう作る会をやっておりまして、今もね、今も現在、はあ、はい、でそれにまあ大人と子供が一緒になって、うん、でみんなそれぞれがプラモデルを1日で作るという会話やってるんです、はい、でその中の、うん、まあ、メンバーが、はい、まあ、綱本君と、はい、まあ、きっかけがありまして、うん、でまあ、僕の方にあの尼崎城のプラモデルを作りたいって言ってる方がいらっしゃいます。あ、それは面白いな。組み立てる前の段階をしたいって言ってるのね。いろんな子供にも、まあ、そういうプラモデル作りの原型から携われるようなものを、はい、じゃあ一遍あのタッチしてみようかということで、今回この話に乗らせていただいて。そういうことですか、はい、もうプラモデルなんかね、あの女の子やっぱり男の子なんかな。いや、でもね、意外と女の子最近気張ります。割と最近可愛らしいのとかもね、ありますしね。別に人形みたいな、うん、あの妖怪ウォッチシリーズとかすごい人気があって、あ、そうなの、あの時期とか、うん、これプラモデル見たら戦車とか船や、昔は ね、そうですね、はあ、今も好きなんですか。僕らはあのいわゆるガンダムのプラ、機動戦士ガンダムのプラモデルを作る会にしてるんですけども、あのそれに女の子も来て、1年生とか2年生とか小学校、はあ、今そんな感じになって今作ってくれてあるんで。お城ももちろんああいう建物もね、いろんなプラモデルありましたもんね、はい、そうですね。ここへ天ヶ崎城が食い込もうと、こういうことですね。ものづくりの街ですか。そういうことか、ね、はい。ほいでその実際の天ヶ崎城も内装が終わったら、はい、それ中見てずっとこう回遊するみたいにして、あ、あのその歴史の博物館といいますか、まあ、そういう施設として公開される予定になってますね。はい、ああ、ほなその天ヶ崎に関係ある歴史的なものを展示したいとか、はいはい、中で寿司握ったとられるの。そうですね。それも僕やらなきません。あ、でもイベントスペースがある。そうそう、なんかそうほら欲しいですよ、おいしいもんがそこで売ってあると。そうです ね、まあ寿司やなくてもいいっすよね。いや、いいっす。プラモデルでもいいっすよ。もちろんです、もちろんです。
ちろんです。ほいで天ヶ崎の子だからすぐまたタイガースグッズザー並べんのちゃう。いいじゃないですか、ね、今日はタイガースグッズみたいなね、うん、今っていいじゃないですか。いやそう、そしたらとりあえずは今クラウドファンディングに皆さんに、賛同される方あったら協力いただきたいと。そうですね、こういうことですね、はいはい、それは何か見たらよろしいの。はい、あの、はい、クラウドファンディングのサイトがございます、はい、ファーボ神戸というんですけど、はい、FAAVO と書いてファーボと読むんですよ。何でしょうファーボって。これがねそのクラウドファンド、あのお金くださいっていう、あのいろんな団体が、うん、情報をアップする公開する、あのホームページです。そうですか、はい、はい、神戸サイト、でもしくはですね、はい、あの私たちの活動団体もこのプラモ尼崎城という名前で、はい、あのインターネットで検索していただきますと、うん、かなり上の方に今出てくるようになってますので、はい、はい、分かりました。どうぞよろしくお願いします、はい、プラモ尼崎城、ね、はい、そして尼崎の、まあ、名物ね、ヶ崎城、それからプラモデルにつながって、なんかもう行きたくなりますもんね、お話聞いてるだけで、ね、3月29日ね一般公開ね、はい、はい、それまで、それまでにまたいろんなそんな関連グッズとかができたらね、そうですね、もうスタートと同時にね、はい、人気出ますもんね、楽しみで、はい、これからもまだまだ活動ね忙しくなってくると思いますが、プラモ尼崎城の綱本武雄さん、そして染本清さんに今日はお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ご協力お願いします。